厳選ニュース、海外の反応、国内の声をお届けします。動画の最後に予備チャンネルのご案内がございます。ぜひそこまでご覧ください。よろしくお願いします。不協和音、香港民主の女神支えた歌、日本には感謝しかない。香港周庭さんが保釈され、日本語で支援に感謝を表明。欅坂46の曲が頭の中に浮かんだ。香港民主の女神と言われ、政治団体香港デモシストメンバーのアグネス・チョー・シューティーさんが国家安全維持法に違反した疑いで10日に逮捕され、11日深夜に保釈された。シューティーさんはほぼ丸1日経って YouTube で動画を配信し、逮捕された際の気持ちについて、この法律では起訴されたら保釈されなくなる、心の準備ができていないまま逮捕された、とても怖かったと振り返った。シューティーさんは9月1日に警察に出頭するよう求められていて、自らの今後については起訴されるかどうかわからない、この法律では起訴されたら保釈されなくなると不安な心情を述べている。シューティーさんは釈放時の日本メディアの取材に、拘束されている時にずっと不協和音という歌の歌詞が頭の中に浮かんでいましたと述べている。不協和音は秋元康氏作詞で、女性アイドルグループ欅坂46のヒット曲、昨年末の紅白歌合戦でも歌われている。その歌詞にはこんな下りがある。僕はイエスと言わない、首を縦に振らない、周りの誰がうなずいたとしても僕はイエスと言わない、絶対沈黙しない、最後の最後まで抵抗し続ける。この歌詞がシューティーさんの心を支えたとのことであった。以上、ネットの情報。以下、香港ネットの声。保釈されたんだね、嬉しいよ。日本にとても感謝しています。ありがとう。彼女の幸運を祈っている。彼女は香港の未来だよ。香港の人たちは彼女を支援してモンスター政府を追い出さなきゃ。一部の日本人は日本政府よりも道義心があるんだね。彼女は日本語がうますぎるよね。あと可愛いからな。単に日本語が話せるってだけじゃないんだよ。彼女はまるで日本のアイドルのよう、日本語で毎日たくさんツイートしている。でも日本に中国を攻撃するように言っているわけではない。ありがとう日本。言葉が出ないよ。無視することができる問題なのに、サポートしてくれて感謝しかないよ。全世界が香港をサポートするべきだね。赤く染まるなら死んだ方がマシだ。日本が香港との連帯を示してくれて嬉しく思う。邪悪な中共は人類の敵だ。アグネスは現実世界に現れた香港のヒロインムーランだ。この重要な時期における日本の支援に本当に感謝しています。中国共産党は邪悪な行為に対して責任を負うべきだ。文化革命は今まさに香港で起こっており、言論の自由とジャーナリストを妨害している。 EU は何ができるだろうか。何もないか。中国に車を売るのに忙しいからな。もし日本がそんなにアグネスのことが心配なら、市民権を与えたらどうなの。報道してくれてありがとう。でも自由のために戦う、この若い命は中共の支配下にあり、ハイリスクにさらされたままなんだ。世界が団結して
悪の政権と戦うことができればいいのにな。彼女はアニメと民主主義を愛する普通の女の子なのに、独裁政権は彼女をテロリストとして扱っているんだ。ツイッターのトレンドデータによると、日本ではハッシュタグフリーアグネスが17時間もトレンド1位だったんだって。そして多くの有名人が拡散してくれてもいた。ハッシュタグフリーアグネスを拡散してくれて本当に感謝しているよ。ハッシュタグフリーアグネスのツイートの割合を見ると、香港人あまり頑張ってないじゃん、もっと高い意識を持っていかないとダメでしょう。日本の国会議員たちが州で逮捕を受けて緊急の抗議集会を開催してくれたらしい。日本どうもありがとう。日本友好国家が23歳の女子をここまで恐れるとか、もうジョークだよな。今年のノーベル平和賞はアグネスで決まり、これだから香港人は日本が大好きなんだ。ありがとう。アグネスが彼女らしく生きていけるように祈ろう。日本人が支持してくれていることは大きな助けになるよ。香港にどうか天の助けがありますように。以上、香港ネットの声。以下、日本国内ネットの声。日本の曲で励まされたことはすごくいいし嬉しい。音楽に国境はない。音楽は人を変える力もある。改革には必ず抵抗勢力はいる。衆参は宗教の弾圧に屈せず信念を持って戦ってほしい。中国は共産色を強め続けている。今後もこのような強硬姿勢は変わらないだろう。日本も中国との貿易を減らしたいだろうが、現状では厳しい。特に農産物、水産物はお得意さんになりつつある。なんとか改善していきたいが、秋元先生の詩が国境を越えて23歳の女性のこんなに強い支えになっていることがすごいと思う。日本人もサイレントマジョリティではいけないと思う。頭の中でこの歌詞を繰り返すとか、よっぽど怖くて辛かったんでしょうね。中国共産党は他国や自国民に対する横暴を即刻止めてほしいし、この中国に対しては国際社会も一致して強力に対処すべきだと思います。グループが再出発しようというこのタイミングでこういったプラスの意味で話題になるのは、欅坂にとってとてもいいことですよね。商業的成功を目指して、当時の欅坂のプロモーションに沿って大衆受けしそうな楽曲を作っただけなのではと思うけど、短所はどうあれ、結果として秋元康さんとそのグループが大きな貢献をしたと思う。東南アジアやインドも成長してきたことだし、時間をかけて徐々にグローバル経済の輪から中国を外していければいいのですが、行く末は中国アフリカ連合体、それ以外の構図になるのかな。中国共産党による習氏の不可解な逮捕、保釈はかえって習氏の国際的名声を高めることになった。中国共産党はまた失敗した。日本で知名度が高く日本への発信力があるから逮捕されたという説も出ていますが、本当なら信じられません。日本のメディアが民主の女神と持ち上げたせいだという記事も出たくらいですから、日本のメディアは注視し続けねばならないのだが、この法律では起訴されたら保釈されなくなる。これは知らなかった。香港警察が逮捕理由を言えないような罪で起訴されて
保釈もないとはひどい。本当に引き続き香港に注目をしていくべきだと思う。現在も保釈ですからね。釈放ではないわけで、一時的に身体解放であって、中国からの監視はすごいはず。抜け道だらけの方、中国のさじ加減で刑が決まるといった、とんでもない共産党のやり方。民主の声など聞かない。第二の天安門事件は作らせない。これが中国なのでしょう。彼女ら法律施行後は発言を控えていたのに、国安法で逮捕するなど、やはり中国政府による見せしめとしか思えませんね。これが中国の本質なのでしょう。パスポートも取り上げられたみたいだから、早く第三国が保護して亡命させてあげないと命が危ない。日本領事館に逃げ込めないかな。アメリカやイギリスなら 100% 受け入れるだろうけど、安倍さんなら腹くくるだろ。家族とか一緒じゃないとまずいけど、移送も含めて大変だろうな。でも習さんが希望するなら受け入れるべきだろうな。とにかく今のうちに何とかしないと、日本政府も自由を守るために立ち上がって、習近平のポスター墨汁事件の女、逮捕、拘禁、釈放で廃人にさせられてたろ。習さんも起訴、収監となったら同じようにされる危険性はある。同じアグネスでも、いいアグネスは逮捕されて、もう一人のアグネスは安全な日本にいて、母国の国安法に一言も発言していない。いつも口を開けば愛とか地球とか発言しているのに、ここに反中コメントを書いている人たちも犯罪者になるということかな。大陸にはくれぐれも行かないように。各国にはそれぞれの歴史や立場、事情があり、一概にその国の対応や政策を批判するのはおかしい、というような普通の感覚が狂うほど、中国共産党の暴走と悪行は度を越している。法ができる前のことを理由に逮捕とか、近代国家の水準に達していない。このまま目先の利益に目がくらんで中国に投資を続けてると、取り返しのつかないことになるよ。中国がここまで愚かなことをするとは夢にも思わなかった。普通なら日本の左翼が全力で中国を応援する。だが周庭さんなど香港独立派に関することであれば、日本共産党から中核派まで中国批判で一致している。中国は日本の右翼から左翼まで、そして香港と中国との違いすら理解していない人たちまで、ほとんど全てを敵に回したのだ。以上、日本国内ネットの声。この度、当チャンネルが何らかの都合で閉鎖に至った場合の予備チャンネル、海外の反応ファイトジャパンを作成しました。現在、当チャンネルを登録していただいている視聴者様には、予備チャンネルにもぜひチャンネル登録していただきますようお願いします。ご登録があれば、毎日の場合でも引き続き投稿動画をお楽しみいただけます。具体的には、1、パソコンでご視聴の場合は動画画面下のもっと見るをタップしてください。2、スマホの場合は動画画面下の動画タイトルをタップしてください。3、タップすると関連チャンネル、海外の反応ファイトジャパンという文言の下に URL が表示されますから、そこをタップしてください。4、チャンネルページに入りますので、チャンネル登録をお願いします。5、新チャンネルの動画をご覧いただきますと、この間の経緯を簡単に申し上げています。これもぜひ
ご視聴いただきたくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたか。この動画の情報や内容にご共感いただける方、今後の動画をご期待いただける方は、画面右下のグッドマークをクリックしていただきますようお願いします。また、一言でもコメントをいただけたら、ありがたく存じます。ただ、ヘイトとみなされる文言は、YouTube からブロックされますので、ご注意ください。最後に、チャンネル登録と通知音をお願いします。チャンネル登録していただきますと、登録済みの横にベルマークが表示されます。そのベルマークをクリックすると通知オンになります。これでこのチャンネルが新しく動画投稿したとき、その情報がすぐにご連絡できます。どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。画面左はこのチャンネルでご覧いただきたい動画です。クリックしていただくとご覧いただけます。画面右はこのチャンネルの最新動画です。もしご視聴がまだでしたらぜひご覧ください。